はい、皆さん、こんにちは。ジェイと申します。さて、今日はですね、定期テスト対策、漢文。人は人の心なりというところをやっていきたいと思います。では、行きましょう。申し曰くというふうになってますね。申し先生がお話ししております。人は人の心なりというふうになってますね。人というものが主語になってて、人の心なり。ここが術語、動詞になってます。申し曰く、人は人の心なり。 人の心なりって二つ続いちゃってますね。すいません。人の心なり。はい。訳としましては、孟子が言うには、人、思いやる心ですね。は、人が持つべき心なのだというふうに言っております。それに対し、義ですね、今度は。義は人の道なりというふうになってます。同じ形ですね。義は人の道であると。で、その道を捨ててというふうになっていくんですけども、 はい。まず、人の道って何っていうとですね。義は人の生きるべき正しい道であるということですね。なので、まず、人というのは持つべき心である。で、義というのは、そうするべき道なんだというふうに定義しているわけですね。で、その道を捨ててですね。ここ、えー、帰り点の2がついているので、動詞。で、その道というのが目的語になっております。で、もちろんこれは義という道ですね。 義という道を捨てて、そしてそのまま接続のお記事ですね。で、図というのは、これ、not ですね。一緒です。で、寄らず。で、これで動詞になってます。寄らないのだとなってます。どういうことか。その道を捨てて寄らず。はい。その道を捨てて従わないのだというふうになってる。だから、道から外れてしまうってことですね。邪道とか下道みたいな感じになるってことですね。道を外したということです。 そして次が放ちてこれが動詞になってて目的語がその心をというとこになってますねつまり義というものを捨てて道を外して歩んでしまうそしてこの人という心を放ってほったらかしにしてですね そして、接続、知らずというふうになってますね。動詞で。で、何を知らないのかっていうと、求むることですね。これが目的語です。求むるを知らず。その心を放ちて、求むるを知らず。 悲しいかな、という風になってますね。人の心を手放して探し求めることもしないと、悲しいね、っていう風に言ってるわけですね。なので、人間というのは義というものを捨ててしまい、道を外れて歩む。 そして人という持つべき心というものを手放してしまって探そうともしないという形でお話が進んでるわけですね。そして人にはあらばという風になってますが、ここが動詞。で、あるというのは後ろに主語を取るので、帰り点の位置がついているここですね。経験の離ルる,る。これが主語になってます。 経験の離れるあらばですね。鶏や犬というものがですね、離れて逃げてしまったならばですね。あらば、すなわちってなってますよね。ば、すなわちっていうのは純接過程で使う接続なので、ここは人に犬や鶏というのが離れて逃げるものがいるならば、みたいな感じです。そして、すなわち、知る。何を知るのかっていうと、これを求むるをが目的語になってます。 これを求めようとするものを知るということですね。で、これというのは経験ですね。鶏とか犬のことを指してます。人、経験の離るるあらば、すなわちこれを求むるを知る。人に鶏や犬が逃げ出すならば、すぐにそれらを探し求めることを知っているというふうになってますね。なので、不思議なんだと。 いう,ふうに言ってるわけですねこの孟子先生というのは義という道を外れてしまい人という心を放って手放してしまってそれを探そうともしない。なのに鶏や犬というのが逃げ出してしまったらそれを必死に探し出そうとすると。 不思議やのーという感じやね。はい。そして、ありて。これも同じですね。後ろに主語がきます。方針があると。そして、接続して、知らずですね。知らないのだ。何をかっていうと、求むることを知らないのだ。方針ありて、求むるを知らず。すなわち、人義の方針、本心ですね。 これを放ち失うことがあってもそれらを探し求めることを知らないというふうに言ってます。ニワトリや犬は探すくせに人や義という心に関しては探し求めようともしないんだというお話ですね。学問の道というのは他になしというふうに書いてます。学問の道は他他なしですね。 学問の道は他ででもないといとう表現です。何かというとその方針放ってしまった心を求むるですね返り点2がついてるので動詞、えー、そして位置のところまでが目的語その方針を求むるのみというふうに言ってます。 この下の漢字ですね「えー、何時」とかっていうふうに読むやつそして「依然形の「い,い」というのが使われてますけどもこれをつなげてる場合は「のみ」というふうに表現しますでその下に置いてるお記事に関しては「強調」ですねはいその放ち失った心を探し求めるだけであるというふうに言ってる何が言いたいかっていうとですね簡潔に言ったら犬やニワトリ これがいなくなったらめっちゃ探すでしょっていう学問って何をするものかっていうと人が持つべき心というものをちゃんと見つけ出すことそして人が歩むべき道というものをちゃんと歩めるように元に戻すことこれが学問なんですよ他では何もないっていう風な表現をしてるという感じですね まあ、だからちょっと対比を使いながらですね、えー、人間がこう、生きるべき道というものを取り戻そう、持つべき心というものを取り戻そう、みたいなことを申し先生は言ってるという感じですね。まあ申しはね、例えが非常に多いので、例えが使われてる時っていうのは、ああ、何やろうというふうに理解してもらえればいいと思います。 はい。そして、ちょっと句形に関してですね、一個言っときましょう。ば、すなわち、というふうに、送り仮名と漢字を見つけたらですね、ほにゃららならば、点て点んてんてんだ、という、順接過程で役を作るようにしてください。同じように、たとひ、何〜とも、というふうにあれば、たてって書いて、たとひというふうに読むんですけども、これは逆説過程で、たとえ、ほにゃららとも、 といいう,うに訳を作っていきます。まさに逆説の過程ですね。そして今度は「家ども」ですね。「家ども」。これは英語の像に該当します。なので、えー、帰り点の2がついてると思います。大体いいね。だから、1のところまでを全部逆説で、ほにゃららであるがというふうな感じでまとめてしまってください。逆説の確定です。そしてもう一つ、えー、ここの「のみ」という表現ですね。特別、ゆい、い、たん。 ただ、直、生徒のと。これ、すべて、ただというふうに読みます。限定の区形というやつですね。で、下のところで、のみというふうに、訳を作ったり、耳という字でも、これも、のみというふうに読むんですけども、のみというふうに言ったりもするので、えこれ、上だけ、 この特別の「徳とか唯一の唯」っていう字だけを使って「のみ」っていうのは送り仮名で振るっていう振り方もあるしえ逆に上がなくて下の「のみ」っていう字だけを使うこともあるのでえその辺はですね、えー、臨機応変にあこれは限定の句形やなとかっていう風に気づけるようにねえ勉強してもらえればいいと思いますただほにゃららだけという風になります、まあ、覚え方としてはね、えー、特に「唯」単 ただまっすぐ、いたずらされる耳のみみたいな感じで覚えたらいいと思います。<laughs> えっと、生徒のとっていうのは、いたずらなりというふうに古文で呼んだりするんでね、えー、いたずらする耳のみっていうね、もう耳だばっかりいたずらされるんでしょうね。 っていう感じで、えー、覚えてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。えー、人の心はじんなりというね、えー、いう話でした、えー。またね、テスト頑張ってください。それでは、バイバイ。